本日は災害を乗り越えた福島だからこそ知り得たものというテーマでですね、トラコ先生にご講演いただきたいと思います。それではトラコ先生よろしくお願いいたします。はい、ただいま、ご紹介に上がりましたゆうトラコと申します。ここには4回目、来させていただきました。あれから2年経ちましたけどもね、だいぶ、線量も少なくなってホッとしている状態ではあります。それで町の方もだいぶ明るさが戻ってきているような感じがします。ここでですね、福島が犠牲者にならないようにですね、自らが率先してこの福島を明るさを取り戻していくっていう努力を皆さんがなさったんじゃないかなと思います。それは素晴らしい試みだと思います。犠牲者になってしまいますとですね、そこから一歩も出られませんので、なんとかですね自給自足はでき、自らを救うだけの力をつける、今日は、講演としてはどうすれば自らが自らを救うことができるかということをやっていきたいと思います。年に一遍ハーネマンの誕生日近く4月10日ですが、世界の認識習慣、ホメオパシーの認識習慣というのがあるんですね。今年のテーマは災害対策になりました。これは、福島だけがこのような、放射能漏れが起こるわけではないわけですね。世界中、日本中でいつかは福島と同じようになるということを皆さんがやっぱり、ホメオパシーの中では認識しているわけです。これは明日は我が身だというところを見てですね、災害対策に決まったわけですけども、海外では、ね、原発が少ないかとしても、海外で持っているのは核兵器を持っています。それも原発と同じです。ですからいつ何時どうなるかは分かりません。私が世界のホメオパスの方々に向かって書いたお手紙をここで紹介させていただきたいと思います。世界が福島の復興を見ています。福島は合気道の生まれたところです。合気道のモットーは相手の力を受け入れ、その反動で相手を動かすというものです。これは受け入れの心です。地震、津波、原発からの放射能漏れ、それによって福島の農産物は全く売れなくなり、それどころか一時期は日本製品すべてが海外に輸入を拒否されたこともありました。このような苦難の中で災害から2年が経ち、実際福島はどのようになっていったのかを WHAW のホメオパシー認識習慣の一環として、海外の皆様には福島の人々の声を聞いていただき、福島の皆様がこれらの災害をどのように感じ、どのように乗り越えていったかを福島から3月9日に講演し、世界に発信していきます。海外の皆様には彼らの体験をみんなでシェアし、災害に備えていただきたいと思います。一番大切なことは、恐怖は放射能でも津波でもなく人間の心の中にしかないということにつきます。福島の人にインタビューしたときに、多くの人々がリメディを取られてこの恐怖を乗り越えた、明るくこの福島で生きています。それは素晴らしいことだと思います。世界の皆様、このような苦難を受け入れ、あれほどの災害を乗り越え、明るい街を取り戻した福島の方々に大きなエールを送っていただければ幸いです。この災害で多くの人々が亡くなりました。そしてこうして生かされている人々は苦難の中、その命を精一杯生き抜いているのです。福島に幸あれ、福島に癒さか、このようなことを私は、世界のホメオパスの方々に送りました。そうしましたらですね、返事がいっぱい来ましてですね、福島の皆さん頑張っていただきたいということを多くの方々から、エールをいただきました。インド、アメリカ、ヨーロッパ、欧州連合、さまざまな、ところからいただきましたし、リトアニア、マルタ、それからブルガリア、それからイギリス、さまざまなところから福島の皆さんに応援メールをいただきましたので、ここでお伝えしたいと思います。私たちのホメオパシーのリメディというのは、心も体も魂も一緒にして三位一体で治していくことができます。ですからぜひ辛い時には皆さんキットを使っていただきたい。このようなちっちゃいマクロキットもありますので、その中で悲しみ、それから憤慨、それから怒り、という心の作用もあります。
決して体だけではありません。熱にも怪我にも使えますけども、人間というのは心から病気になることが多いわけですから、そこを先にやらなきゃいけません。このような越中富山の薬ボックスじゃなくて、ホメオパシージャパンさんのリメディボックスを持つことで希釈浸透してますのでね、それによって全く副作用ありませんので、妊婦さんもそれからベイビーもそれからおじいちゃんもおばあちゃんも皆さんが取れるものとなっています。一番、ホメオパシーで災害時に備えるっていうこと、心が恐怖なんですよ。だからそれに対して、どういうふうにしていくか、恐怖には恐怖のリメディを取ること、それによって自己治癒力が触発されます。そして、それにはホメオパシーの知識をある程度持つ必要がありますので、ホメオパシーインジャパンも読まれてください。2番、自分で電波を耕して自分で種と土地を確保する、これが自給自足であります。これを早いうちに進めていただきたい。もし庭があるのであれば、庭の半分以上は、これを畑に開墾することをお勧めします。そこで家族4人分が食べていくぐらいのをぐる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 こうその畑を回して作っていっていただきたい。で、種というのは固定種、在来種の種を持っておかれることがとても大事になります。で、心と体を鍛えるためにどんな時でも希望を持つ、どんなに苦しい時でも希望を持つ、リメリを取りますとふすふすと希望が湧いてきます。ぜひそれを使っていただきたい。ホメオパシーというのは心も体も、健康にし、自己治癒力が触発され、自らが健康になるホメオパシーの療法です。世界では多くの方々が使っています。南三陸町の人も多くの方々が私たちに、あなたたちいつ起こるか分かんないから災害に備えてねって言ってました。人間というのは目の前に来て初めて慌てる、それでは遅いのです。一度経験してる福島から学ばなきゃならないわけです。で、災害時にリメディとして役立つ、これがホームキットが本当に役立ったっていうのが、ここに、ありますね。 AAA という PTSD ショック症候群ですけども、やっぱりこうそのショックは、乗り越えるためになかなか難しいと思いますけども、このショックにリメディのアコナイト、アーニカ、アーセニカム、アコナイトはトリカブトです。アーニカはウサギクです。アーセニカムはヒ素です。これは希釈浸透されて 30C でありますから、銀河系に涙一滴ですから非常にものすごく薄まれて、もう物質全く入ってませんので安心して子どもも取れます。ショックにはショックになるようなリメディを与えることによって自己注力は動いていきます。このように改善率が非常に80何パーセントと多かったですね。そして放射能のリメディでは排泄が始まった方が多かった、改善より何より。で、排泄が始まって改善していきます。これは放射能が、皆さんは花粉症をたかだかスギ花粉と思ってますけど、これ大きな間違いで、スギの花粉に放射能がくっついてたりとか、ダニに放射能がくっついてたりとか、ホコリに放射能がくっついてる、それが入るからこそものすごく 体は炎症を起こすわけです。で、それに対してですね、放射能のリメディを花粉症の時に取ってみてください。そうするとものすごく楽になっていくはずです。花粉が悪いわけじゃなくてダニが悪いわけではないということを言いたいと思います。甲状腺の嚢胞の問題で、福島の子どもたち、4万2000人に、ヨウ化カリウムを与えたそうですけども、与えた4万2000人のうち1万8000人に甲状腺の嚢胞があったと言ってるわけですよ。だからどうだって私は言いたいんだ。東北の青森の方で測ったら、農法、甲状腺の農法は 51% あったそうですよ。だから福島の人たちが法が少なかったんですよ、皆さん。だから放射能をそれほど恐れなきゃならないっていうのは、本当にこう風向きが悪くてその線量がすごくあったところと、まあ、20キロ圏内、そういうところはやっぱり逃げなきゃならないでしょ。でもこうやって福島の、この60キロ70キロ離れたところにいるんだったらば、自己治力触発しリメディを取りながら放射能ので自らが健康になっていくやり方をした方が、夫は仕事はすぐあるとは限らない、子供はすぐどっかに移転して福島から来たというだけでいじめられてしまったんですよ、皆さん。これは事実です。
だからこそよく考えていかなきゃいけないのは何かってこと、普段に恐れることではなく何をしなきゃいけないか、リメリを取られて自己注力を触発し、そこに生きるっていうことの選択の方が良かったんじゃないかと思います。ただ一人一人の事情がありますので、それは一人一人が考えてやらなきゃいけません。ですから東北三県の方がよっぽど、甲状腺の方が多かったっていう事実に対して、これはどう説明するんだろうと思います。はっきり言いますけど、この8日カリウムも配ってますけど、この原料は石油ですので、皆さん石油飲んで何が治りますか。石油なんか飲まないね。石油飲むのは車だけです。人間は石油飲んではいけません。ですからこんなもの配ってもしょうがないわけですね。で、福島の甲状腺のリメリを作りまして配りました。そうしましたらば、心の問題がものすごい解決したっていうのが出てきました。体の問題は改善した、大きく改善したが約 45% ぐらい、そして排出が進んだ、やっぱり必ずどこからか排出していきます。甲状腺腫は誰でもできてます、はっきり言いますけど。リンパ腺が腫れると同じように甲状腺が腫れるんです。ですから今炎症がある場合は甲状腺が腫れて、それは生態として素晴らしいことだと思います。私も実は甲状腺がすごく腫れてる人間です。でもなんてことないです。すごい元気でやってます。甲状腺は一気にがんなんかなりませんので、皆さんリンパ節腫れたらほっとくのに、甲状腺が腫れたらほっとかないって何のことでしょうか。同じですよ。リンパ腺が腫れてるときは熱出てるときですから。ですからそのような多くの方々が甲状腺腫を持ってるっていうこと、だからそれは心配しないようにしていただきたいと思います。問題でやったのは、この自衛隊の方々も助けてもですね、結果的に亡くなれてしまったっていうのが、大事なところだと思いますけども、それは低体温で死んでしまったわけです。日頃からですね、温かいものをこうね、薄いねアルミナのこうシートなんかもありますから用意しておくことと、それから日頃からね、体温を上げること。海外の平均体温が37度って知ってますか。でも皆さん日本人は36度平均体温、これは低すぎます。で、これは体に老廃物が入れば入るほど体温が下がっていきます。体温が下がると心臓が止まります。だからそれを止めるためのリメディーたちがここにあります。チャイナというリメディー、アーセニカム、アニカ、ネイチュミワ、ナックスボミカ、ラストックス、このようなリメディーが体温を上げてくれます。チャイナ、アーセニカム、アーニカ、ネイチュミワ、ナックスボミカ、ラストックス、これらは冷えのリメディでありますが、冷えのリメディを入れることによって体から自己注力を触発し、自らが健康に高く体温を高くしていきます。これらのリメディを取っていただきたい。また冷えを改善するためには、腎臓サポート、脾臓サポート、腎と脾は冷えにとても関係あります。冬に悪くなるのは腎です。そして季節の変わり目に悪くなるのは脾臓です。ですから皆さん、今の時期はちょうど春向かってますから脾臓サポートがいるわけです。冬に突入さらば腎臓サポートがいるわけです。で、冷える方は常に腎臓サポートが良いでしょう。このようにして、取っていっていただきたい。チャイナというものは、おかんと震え、ものすごい寒気、足の冷え、骨の髄にしみるほどの冷え、素晴らしいですね。チャイナ、アーセニカム、両手が冷たい、アーニカ、両手両足が冷たく全身におかんがする、打ちのめされたような感覚、ネイチュミは凍えるような寒気、体温不足を感じる、ナックスボミカ、全身の体温がどんどん低くなってしまう。だからどんどん、寒気が襲っている時にはナックスボミカを取ってください。ラストックス、熱とおかんが交互に出ます。凍えるような寒気、特に体が冷たい、顔ばかり熱い、こういう方はラストックスが良いでしょう。このようにしてですね、リメディを使い分けることもできます。分かんなければこれをトトトトと取っていってください。もう背に腹は変えられません。そして今度は死への恐怖、
死に対する恐怖が出てきた場合には何のリメリットを取らなきゃいけないか、それはもちろんアコナイトというのがあります。アコナイト皆さんも知ってますね。トリカブトです。プラスクロッカスサティーバ、アーセニカム、カーボベジ、これらは、非常に、不安と死への恐怖に合います。クロッカスという、サフランを作るものですけども、そのようなものが死への恐怖を持っているということは、クロッカスを食べた人たちが一様にあらゆることを悪いように考え、元気も正気もなく死に対する恐怖があるというふうにはなっています。これは人体実験によってクロッカスサティーバーこのように考えるっていうのは分かっているからです。アーセニカムは幽霊が見えるときにこれを取られていただきたい。カーボベジという炭のリメディは死にたくなる、それほど自分たちは不幸であるというふうに感じるリメディです。ですからカーボベジというのはこちらのホメオパスで福島のホメオパスで島倉さんが言ってましたけれども、原発事故以降カーボベジがとても大事になったと言われました。でそれはなぜかというと、この炭を取ったハネマンさんたちがどういう気持ちになったかというと、これを取ると炭を取ると死にたくなったんですよ。それでそれほどまでに不幸だと感じたわけですよ。当時の福島はそういう気持ちだったと思います。ですからぜひカーボベジを忘れないでください。これは炭のリメディです。次に、先々不幸になるんではないかと心配になるときにはアルミナ、これ予防接種に入ってますよ。だから生きることに希望がなくなるわけです。予防接種を打つとアルミナは不安で不安でしょうがなく、まるで不幸が待ち構えているように感じるというのが、ハーネマンさんたちがポリポリアルミナを食べたらこのような気持ちが出てきました。それは不幸が待ち構えているような不安でたまらないというのがアルミナの特徴です。次にマーキュリー、これも予防接種の中に入ってます。これは不安、何か悪いことをしたような、何か不幸が間違い構えているようで気が狂いそうになる。昨日もちょっと、ドキュメンタリー NHK のドキュメンタリー見てましたけども、小学校の 80% の子どもが津波に飲み込まれて死にました。そこで自分の先生だった息子も死んだわけです。にもかかわらず、うちの息子も死んだけども子どもたちを助けられなかった責任はあるってお母さんが言うわけですよ。そういう時に、この人の体にマーキュリー、水銀があまり入っていなければこのような考えはしなかったろうなと思うわけです。天災は人災でないので誰も責めることができない。だから水銀がなければ自分が悪いことをしたという罪悪感並んで済むはずなんです。日本人は世界でダントツの水銀を含んでいます、体中に。ですから死体になってもなかなか腐りません。水銀がヒ素が入っていることによって体は促進物になるぐらい腐らないわけです。2位の国の8倍多い水銀量です。さすが100年も予防接種をしてきた国の末裔だなって思うわけです。水銀がありましたらば口内炎も治らん、潰瘍、胃潰瘍も治らん、潰瘍性大腸炎も治らん。水銀があると潰瘍ばっかり起こします。皮膚でも潰瘍を起こすし、口角炎、口内炎、胃潰瘍、純子症潰瘍、腸の潰瘍、これ全て水銀の概念。このようなリメディは不幸が起こるに違いないと確信してしまいます。ですからこれを予防接種でバンバン入れられますと子どもたちも幸せで生きることができなくなります。あとアナカーディアムやシクラメンや、ヘラブラスやバレチルマルバムがあります。この辺の植物の、リメディたちというのは冬に咲きたがるものたちです。冬に咲くものというのは少し狂った感覚を持っています。このようなヘラブラス、クリスマスローズ、シクラメン、バレチルム、アナカーディアム、
このように季節を変えて咲く、冬に咲くようなものの中には不幸が起こるのではないか、自分はとても不幸である、災害が待ち受けていると、このように思うときにお使いになっていただきたいです。放射能、その被曝をするという危険、それには放射能のリメディがこの中に入ってありますので、8種類の放射能を希釈浸透して入れてあります。セシウムだけが測れるのです。皆さん、放射能はプルトニウムもストロンチウムも放射能と言われるものを測ることができないんです。だからセシウムが出たということは、プルトリウム、ストロンチウム、ラジウム、ウラニウム、これもあるということです。ですからセシウムばかりのリメリを取ってもしょうがないわけです。ですからこの中には8種類のプルトリウムもウラニウムもラジウムもストロンチウムも入ったものが、この中に8種類を、希釈浸透したものが入ってます。原因となったものを取らなきゃなりません。また放射能によって、または体の、だるさによって倦怠感になるときには、スタフサグリアという非塩素のリメリ、カーボベジ、シーピア、スミとイカスミですね、このようなものを取られてください。下痢にはアーセニカム、コキュラス、マーキュリー、水銀ですね、コキュラスは苦売りのリメリーですけども、そして、鼻血が出ます。放射能の被曝ではその時にはフォスフォラス、カルカーブ、ネイチミワ、ナトリウムミワ、塩のリメリーとリンのリメリーとカルシウムのリメリーですね、このようなものを取られて対応してください。これは被曝が受けると下痢になったり鼻血が出たり倦怠感になるということが事実ですので、そういうふうに取られて対応していただきたいと思います。福島宣言を読ませていただき、本当に町長の佐藤雄平さんは偉いなと思いました。その中で彼はこのように言っています。自然の猛威に対する十分な備えはできていたのか、科学技術の力を過大に評価してなかったか、原子力を扱うことの難しさを正面から向き合ってきただろうか、これらの問いの中に未来の大切な教訓があるはずである。二度とこのようなことが起きないよう、県内の原子力発電所すべてを廃炉とすることを求める、再生可能エネルギーを推進し、原子力に頼らず発展し続けていくことができる社会を私たちは目標とする。私たちは必ず美しいふるさと福島を取り戻します。私たちは必ず活力、笑顔あふれる福島を築いていきます。そして私たちはこの福島復興の姿を世界へ、未来へ伝えます。災害から1年を迎えた本日、これを福島宣言として世界の皆さんにお誓い申し上げます。佐藤雄平福島知事、これを読んでですね、私たまたまおしっこ行きたくてですね、どこにも通りがなかったので、そうだ、福島の、ここの市長に行けば、通り借りられる、前に行ったことありましたんで場所分かってましたから、入りましたらこれをたまたま見ましてね、本当にこの彼の気持ちは分かります。負けてなるものかと私も思うわけですけども、それで次に、災害を乗り越えた福島だからこそ知り得たもの、自分で畑を耕し種と土地を持とうじゃないかと、自給自足、セルフサポートとってのはとっても大事です。私がここでそれを言いたいのはなぜかというと、私は四国の片田舎で生まれて、父親は私がまだ母親のお腹に3ヶ月の時に亡くなってしまいました。彼はガダルカナルに行って弾が当たり、アラ治療をして戦争から8年後に死んでしまいました。それでも国からは遺族年金はもらえませんでした。母親はそうとても悔しがってました。私には兄が2人いましたので、子供3人、それからばあちゃん、それから母親と、全員で5人のお金を母親が1人で稼がなきゃなりませんでしたので、非常に大変でした。これを成し遂げられたのは母親の負けないぞという気持ちと、もう一つはうちには種と畑があったということです。この種と畑があったことによって、私たちは最低限食べることができたわけです。お金がなくてもですね、貧乏ながらも私たちは本当に食べれたということに感謝します。それは母親の頑張りだけではなく、
土があったことに感謝、種があったことに感謝だなと思います。たまには食べるものもありませんでした。そういう時には母親がカテモノという雑草を食べられるものを知っていて、なぜなら昔はその地域では飢饉があってですね、食べられないこといっぱいあったわけです。でもこれも食べられる、これも食べられると言って母親と一緒に雑草を取りに行ってました。でそのものを食べていました。またその四国のところでは台風シーズンが常に来まして、8メーター級の波が来ます。それで風も強くて屋根の天井は穴が開いたりとしまして、そこからまあ水が漏れてたらい持ってこい、いろいろ言われて大変でしたけど、夜中中たらいを何杯も変えたこともありました。でもうちは父親がいないので屋根を修復するだけのお金もなかったので、でもすごい素晴らしかったのはその天井から光り輝くような星空が見えたってこと、すごい素敵だなと思ってました。でそうやっていつの間にか眠りについたという。だから私にとってみると、その四国で住んでた頃は毎日が被災地だったわけです。その中でもとにかく頑張れたのは本当に種と土があったということ、それで家族で力を合わせたということ、これで頑張れたなと思います。しかしそこの四国の袖ヶ崎半島という半島にも、原発が40年前に入りまして、もう原発村になってしまいました。なぜこの国立公園をわざわざ原発を入れる必要があったのか、とうとう、そこに今度は風車も入れまして、これは低周波被害になりまして、地元の人たちが偏頭痛が具合悪くてしょうがない、それは大きな風車の害だよって私は言いましたけども、 誰も分からずに一過性で、放射能が悪ければ放射能も止めないまま風車も作ったという馬鹿げたことをやってしまっています。非常に短絡的なものの見方だと私は思います。では明るい日本豊家自然農の様子を見ていきましょう。ここではアクティブプラントという75種類を3年発酵させて土壌を活性化するものと、リメリーとマザーチンクチャーという薬草種が使われています。人間に自己治療を触発するならば、植物にも自己治療を触発しファイトケミカルを出させるような力がある。生きとし生けるものが自分自身の力で強くなっていけると思います。では見ましょう。はい、六本松の畑に来ました。収穫です。皆さんの拠点に送ります。白菜を取ったり、レタスを取ったり、人参を取ったりします。浮いちゃって、はい、白菜。この白菜結構重い。これは今取り時だったわ。すごくいい。皆さんのところにこれをお届けしましょう。美味しいですよ。待っててね。さあ担ぐのは私はできない。よっせーわっせーわっせー、もう掛け声だけで一年中私はうちの豊家の唐辛子を使います。お米の中に入れても虫が湧かない。それで腐らないようにするためにも唐辛子。そば畑ですけどね、もうちょっとなんですよ。まだちょっと青いから実がもうここまで来ればいいね。三角っていうのはシリカの影響を受けてます。でシリカがふんだんにあるとそばがいっぱい育ちます。これはシリカをいっぱい持ってるそばになります。ほうれん草取りです。では大きいのから取っていきますかね。まだまだこうちっちゃいんだけどもね、うん、こうやってね、これプスッとこう切ったら、はい、これで取れたね。はい、たくあん大根の畑に来ました。たくあん大根です。たくあんを作ります。さあ今日はみんな独走ですから抜きましょう。ほい、あれ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 、なに君こんな長いのね。え、長いな。風にそよがれてキュッキュッと締まってたくあんになっていきます。はい、ここはカブですね。さあカブを取りましょう。よいしょ。うわ、何このカブ、巣が入ってないの、こんな大きいけど。いいね。はい、ネギです。いい匂い。これは硫黄の匂いだ。
万歳万歳。なんかすぐそうやって言われたらすぐやるんだよね。取ったで、取った、取ったで、でけえ、でけえの取った、すげえ、よいしょ、万歳。出発進行、野菜号行きます。おーい、収穫だよ、収穫。ハムちゃん、じゃあここやれってかい、ここか、ハムちゃんちゃん、あ、あ、美味しかったな。これ美味しい大根食べられるわ、もう待ち遠しい。どうかしてんの。おはい、皆さん、こちらヘチマバガタケなんですが、このヘチマの茎がですね、水を吸い上げています。で、それを途中から切ります。で、このようにね、切ったものをここに入れましてね、取れてるかどうか見ましょう。で、こうやってね、皆さん、開けてみて、さて、おー、見てください。これ、これがヘチマのヘチマ水です。で、ここに横にあるのはね、このペットボトルを凍らせたやつでこうね、この中でこうクーリングをするためにね、凍らせた水を入れてるだけです。すごいですね、よく取れました。私たちは原料からこだわって、農家が化粧品を作っています。化粧品属、経費属というのもあります。頭にエメロンシャンプーを一時期皆さんずっと使ってたみたいですけども、それによって用水の中にエメロンシャンプーの匂いがするっていうサンバさんが何人も私のところに来ました。ですから頭から吸い上げたものがこのように用水まで入っていくっていうのは分かると思います。ですから化粧品もそれほど安全ではないってことを私はお伝えしたいと思います。自家採取の種でマザーチンクジャリメディを使ってファイトケミカル、植物の自己注力を触発し、それで微生物を使った土作りで、その発酵物をまくアクティプラントを巻いて作ってあります。豊家の野菜をどうか、また、食べていただければ味も分かると思いますので、どうか今日、お買い求めになって食べていただきたいなと思います。被災地での食の問題、新鮮な野菜が食べれなかったはずです、被災地の時には。だからそれで何が問題になったかというと、便秘と壊血病、要するに歯から血が出るってやつですけども、壊血病のリメディとしてはまたアーセニカム、チャイナ、マーキュリー、水銀とキニーネの皮とヒ素が良かったわけですけども、この壊血病というのはビタミン C の不足によって相違になっていきます。で、脱力感、体重減少、常にどこかに痛みがある、そして出血が出やすい、特に歯茎から出血し歯茎が腫れ歯が抜けていく病気です。昔日露戦争があった頃にですね、野菜不足によってビタミン C やビタミン A が足りないことによって壊血病患者が続出して、ロシア軍はそういうものを食べなかったがゆえに、日本人が勝ってですね、ロシア軍が弱くなってしまったからですけども、で彼らは、倉庫に、ロシアの倉庫には大豆が山ほどあったわけです。だからスプラウトにして芽を出して食べさせるってことをしないといけないわけです。
だから被災地で震災のものを食べれない時にはそのような野菜をつけたマダーチンクチャっていうのを今作っているんですけども、野菜をつけたマダーチンキュー、キャベツのマダーチンキュー、要するにキャベツ種、それからその大種だとか、それからネギ種、お酒ってことですね、こういうものも持ち歩くことはすごく良いかなと思います。乾燥野菜を持ってください。私たちが一番先にですね、福島に朝の4時に届けたものは私たちが発酵させて自分のところの麦と、それから大豆を使った、その味噌とそれから乾燥野菜を皆さんに送ってきました、持ってきました。それはお湯を注げばですね、ビタミン C も入っていくし、味噌によって腸の問題も楽になっていくからですね。全粒粉というのはまたすごく大事になります。全粒粉、ビタミン B が山ほどあります。全粒粉がなくなるとマグネシウムもカルシウムもカリウムも、大事なミネラルがとても減っていきます。白いものというのは精製されたものはカスですので何にもならないということですから、胚芽米がついているものであったり全粒粉であったり、ふすまであったり、そういうものを食べていただきたい。豊家のクッキーは全粒粉で作ってあります。それからドライフルーツ、これはビタミン C がもうふんだんにあります。ドライにしてますけども、でビタミン A もありますので、ぜひそういうドライフルーツも食べていただきたい。こういうふうにして私がやっているのはだいたい災害に備えるようなものを加工物として作ってあります。アクティブプラントというのは75種類の植物を3年間発酵させて、リメディは放射能のリメディとミネラルのリメディとミネラルのマダーチンクが入ってあります。これを巻くことによって、昨年の夏しおれかかっていた、昨年の夏はですね、日照りが3週間も続いてしまいました。全く水が来なかったわけです。豊家もすごく大変だったです。そういう時にこのアクティブプラントを畑に巻くわけです。それによって巻いた途端に葉っぱがですね、安倍農園では葉っぱがこのように垂れ下がってました。それがシャキッとしてきたそうです。ですから切り落とさずに済んだようです。このアクティブプラントというのは土壌をしっかりします。で必ず果樹には、雑草を生やしてください。雑草たちが根のところの保湿をしていきます。雑草はありがたいんですね。それは作物でも同じです。雑草が増えて困るときには上から刈り取るだけで結構です。根は置いといていただきたい。でその福島の桃でアクティブプラントを巻いた後にはセシウム134、137、ヨウ素、313、131、これは検出しませんでした。このようにですね、福島は、福島の安倍農園ではアクティブプラントを巻いていただいています。またアクティブプラントを約60日巻いてくれた方のこの、放射能の測定値が出ています。放射能の測定値、ここから始めまして、そして一時期上がった時、上がった時にアクティブプラント巻いた時には下がっています。そしてこのようにこの差は16.7 の差がありますね。散布しますとすごく下がっていくっていうのが分かります。災害を乗り越えたからこそ知り得たもの、3番体と心を鍛える、どんな時にも希望を持つっていうのがとても大事なことになると思います。災害の苦しみは福島人を幸せに変えたという方が多くいらっしゃいました。微量の放射能を常に取り続けるということは自己注力は触発できるというふうに思います。いつ何時福島と同じことが起きてもおかしくない、54基の原発があるからです。そうなった時にこれを体験している福島の人たちが心も強くなっているし体も強くなっているはずなんですよ。ですから苦しみを幸せに変える方向、人間全てが採用が馬であるということを考えたときに、この苦しみはあなたたちを力強くしているんではなかろうかと思うわけです。我が苦悩こそ神なれ、神こそ我が苦悩なれ、マイスターエッグハルトが言った言葉です。この言葉の中には、苦しみや悲しみ、絶望の中に魂は鍛えられます。その中で真に強い人間になっていきます。真に愛することができます。真に人の苦しみが分かります。嫌な出来事、悲しい出来事、
腹立たしい出来事、辛い出来事、それを愛と感謝に変えていくこと、とても大事なことだと思います。この間一髪で生き残った方々が感じること、この体験を持った人たちは幸せだと思います。自分以外の大いなるものから生かされているという感覚を身につけたと思います。順風満帆できた人はその感覚は持つことができません。苦しみを嫌がって楽をしようとする人もその感覚を持つことができません。苦しみがあったからこそ、苦しみがあるからこそ、私たちは感謝ができるわけです。いかなることにも感謝する心があるからこそ信仰心を持つことができません。信仰心は感謝がしないと、感謝をしないと信仰心はできません。今ここに私たちは幸せです。苦しみの中から信仰心が生まれるというのは、この女川地方で流されたお嬢さんを探し、二人の女性が、またお嬢さんのような女性ですけども、ありがたやありがたやと言いながらここで座って祈りはしています。この映像を見たときに、はあ、生きててよかったなと二人で言ったそうです。また仙台の若林区、そこには威風堂々と古い神社が、こんだけの波が来ました、しかしこうやって堂々と残っています。誰がこの神社を潰さなかったんだろう、誰があなたを救ってくれたんだろう、誰があなたの背中を押してくれたんだろう、誰があなたの脇を持ってあなたを生かしてくれてるんだろう。あなたは一人で生まれたんじゃない、一人で死ぬんじゃない、命を与えられたわけだ。だからその命は、大いなるものが君に生きなさいと言っているわけだから、一生懸命この人生を生きていただきたい。イナチャイルドは癒せますので、ぜひイナチャイルドのセラピストコースにもおいでになっていただきたい。私がさまざまな苦しみを60年間、もうすぐ60になりますけども、乗り越えてきました。その中で、私の中の鉄則7条というのがあります。1、乗り越えられないものは来ないんだということ。2、原因と結果は自分の中にあるということ。しかし、解決法も自分の中にあるということ。3、今あるものに感謝し、今が幸せだと思う。4、自分を愛し、許すのだ。自分を許し愛するのだ。5、信仰心、目に見えないものに助けられているという感覚。6、こうして命あるものは全てのおかげである。7、みんなで結束力を高め助け合おう。これが私が結城で生まれ、貧乏の中で苦しみもがき、そしてたどり着いた7つの私の中の鉄則です。では、DVD を見ながら2年前を忘れないようにするために、
福島の皆さん、この苦しみを光と感謝に変えていきましょう。それには自分を許し、自分を愛しましょう。自分を許し、自分を愛せると自分の人生そのものに感謝できるようになって、そして人生そのものを愛せるようになるでしょう。いろんなことがありました。本当につらいことばかりで大変だったと思います。でもこうして生きていること、それが素晴らしいと思います。ホメオパシーの恩恵がすべてに降り注がんことを、万物生命そのもの自体に感謝し、命そのものを生きられんことを。どうもありがとうございました。ユイトラコ先生でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。震災の時は子供はまだ生後1ヶ月だったんですね。線量も高い地域でしたので、すぐに避難することを考えて避難しました。で、今、今年の4月からまた福島の小学校に戻ってくる予定なんですけど、もう2年間っていうのは自問自答の日々でした。毎日なんでこれが起きたのか、なんで自分にこの災害が起きたのか、ずっとその毎日自問自答の日々でした。でも最終的に私がたどり着いたところは、やっぱり起きることっていうのは全て前進するための出来事だったのかなっていうふうに思ったんですね。負の出来事っていうのは一切なく、全てはより良い、より良い方向に進むための出来事だったっていうところに行ったんですね。私は震災前と震災後の今でどっちが幸せかって言ったら、確実に今の方がすごく幸せなんですね。本当に自分が愛されてるってことに気づいたことと、この2年間の間にたくさんの方々から愛をもらい、そして自分が生きてるではなくて、全てのものに生かされてる存在だったんだっていうことに気づいたときに、自分の命の尊さと、そして生かしてくれているその神羅万象すべての存在に感謝できるようになったんですね。で、私たちっていうのは本当にもう原点ゼロで、もう今ここに本当に幸せなんだってことに気づき、それを発信していくことが福島の使命なのではないかっていうふうに今考えてます。その通りだと思います。ですから苦しみを愛に変えていくっていうのはこういうことだってこと。で、みんなが経験して、この経験は東京の人はしてないわけです。本当に他の県はしてないわけです。だから皆さんが自分のことを発信しなきゃならないと思うわけですね。で、今こうやって本当に生きていることに生かされていることに感謝するっていうふうな、そういう気持ちになれるのは、この苦しいからこそそうやってすっごい大変な時期だったと思います。でもこの苦しみがあったからこそ、いろんなことを問いかけるわけですよ、自分自身にもね。で、自分を見つめるわけですよ。そして這い上がっていくんですね。これが人間の底力です。2年前の震災の後、この場所でちょうど今日と同じこの会場で講演会がありまして、ホメオパシーとは関係ない講演だったんですけれども、放射能についてしゃべる教授の先生がいらっしゃるっていうことで、それに参加しまして、やっぱりその先生は今からでも避難しても遅くないと。で、先ほどその周りの放射線量を測ってきました、 1. 何マイクロシーベルトありました、よく皆さんここにいられますねって言われた時にすごくつらかったですね。で、私はすごく避難したくてしたくて仕方がなかったんですけれども、夫も農家ですし、私は当時育児休暇中で仕事はしてなかったんですが、看護師をしている仲間たちが避難をせずに一生懸命働いていることを思うと、自分だけ避難できないと思いましたし、あと子供がお友達と離れたくないっていうのを言われて避難することをやめて福島にずっと残って暮らしていました。
今2年間振り返ってどうだったかって言われると言葉ではうまく説明はできないんですけれども、ホメオパシーに本当に出会ってよかった、出会っててよかったなっては思います。あのレメディーで心も体も助けられましたし、あとその他にトラコ先生の講演会に来て、今幸せじゃない人はどこに行っても幸せじゃないんだっていう話を聞いたこととか、学校に通学している間も自分に解決できないことは起こらないんだとか、いろんな今ここではうまく思い浮かばなくて話せないですけど、すごく役になったなと思います。本当にホメオパシーに出会っててよかったと思います。はい、以上です。安倍さんはね、子供ちっちゃいの4人いましてね、だから移るって言っても移れないし、安倍さんのところはね、リンゴ農家ですから農家そのまま持っていくこともできないわけですよ。でなのにね、ここに来て東京から来てですよ、恐ろしい恐ろしい、早く逃げろ早く逃げろってそんなこと言ったって福島の人は何が助かるだろうか。とにかく自分たちの自己治癒力を高めてこの土地で何とか生きていくっていうことをしなければなりません。ましてここはここら辺の土地は原発のところから70キロ行ってるところですから、で風も運よくこっちまですごく吹かなかったわけですから、ですからここに住んだらいいという選択を私は安倍さんに言いました。そんなにどっかに移って仕事があるわけじゃないってこと、子供がいじめられるかもしれないっていうこと、そして彼女が看護婦として自分だけは逃げていいのかと、みんな病院の看病をしているのにと、その気持ちもよくわかります。だからこそどうするかというのはその人のその家の事情によって変わるんだと思うわけです。だからいろんな人が来て福島危ない危ないと言ったって何になっただろうかと、じゃあなんでそれを危ないものをきれいにするリメディを与えるとか、どうすれば君たちが自己中食ができるかとか、そういうことを教えてあげないんだろうかと私は思うわけです。危険だというなら解決法も出しなさいっていうのが私が常に考えていることです。命を大事にしてください。命、これは神様からもらった分け御霊の命です。皆さん一人一人の命は分け御霊でありますから、その命を一生懸命生きていただきたいし、その命を大事にしてください。これが私が言いたかったことです。では皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。ありがとう。